アメリカ、シアトルのユニオン湖に設置されたハウスボートハウスボートは船を基礎とした住居。日本ではボートハウスとも呼ばれる。一部のハウスボートはライフラインを使用するため定点に固定係留され、陸上での生活を主とするため動力を備えていないが、多くのボートハウスでは動力が搭載され自力での航行を可能とする。このほか北米では イカダの上に住居を建設するフロートハウスなどがあり、ラフハウスやシャンティボートなどとも呼ばれる。欧州ではナローボートに代表される個人としての所有やボートを旅行者などに貸し出す傾向があり、アムステルダム、ロンドン、パリなど一部の運河などでは年間を通じ居住される。インド、ケイララ州でホテルとして使用されるハウスボートケイララ州には、 観光客への宿泊施設として設置されている。シュリーナガルにある湖畔にも観光客向けの宿は施設として経流されている。香港島の南側一帯にはボートハウスのコミュニティが形成されている。ラオスに流れるメコン川流域に観光客向けの宿泊施設として経流されている。1950年代後半から仮箱に多数のハウスボートが建設されている。 ゴールドコーストに設置されるレンタル用、ハウスボートクイーンズランド州に流れるマレーガー流域に船外行ききのポンツーンを基礎とした、ボートハウスが多数建設されている。ノースランド地方にあるファンガロア港の東側一帯は、ハウスボート専用の場所として利用されている。アムステルダムの河川で経由される、ハウスボート運河で使用されるナローボートが、特に著名であり、一年を通して居住され、 運河を利用した移動も盛んである。アムステルダムの運河にコミュニティや宿泊施設としてのハウスボートが多数存在する。ハンブルク港やベルリン地区などにハウスボートコミュニティが存在する。全長9メートル以内のモーターヨットの製造国としてアメリカに次いで大きく製造されたヨットは欧州各地に輸出されている。ベオグラードに流れるドナウ川やサバ川流域に レジャーやレストラン、クラブ目的として多数のハウスボートが存在する。1993年の映画、巡り会いたらで、トム・ハンクス演じるサム・ボールドウィン一家が居住したシアトルのハウスボートブリティッシュ・コロンビア州やオンタリオ州で盛んであり、高級的な住居としてではなく、レジャー目的で多数使用される。シアトルが特に有名であり、湖畔に設置されたものが数多くある。 ヨーロッパからの入植者と同時に増え始めており、最盛期には2500を超えるハウスボートが存在していた。各州の河川や湖などでレジャーや住居として観光向け宿泊施設として数多く設置されている。マラカイボに20世紀後半、ベネズエラ海軍の元船長によって大型のハウスボートラカーサバルコが建設されおり、観光名所となっている。 メディアを再生するハウスボートにおける一酸化炭素の危険性を軽減させるネオッシュによる注意喚起映像奥のハウスボートではガソリン式の発電機を使用しているため排出される一酸化炭素から一酸化炭素中毒などの問題を引き起こしており国立労働安全衛生研究所による検証と並行してアメリカ合衆国国立公園局とアメリカ沿岸警備隊による ハウスボートにおける大気汚染レベルについて検証を実施しており、調査結果からアメリカでは600件を超えるボート関連での何かしらの中毒が確認されており、このうち100件以上での死亡例が報告されている。また、250件を超える一酸化炭素中毒がハウスボートで発生しており、このうち200件は発電機の排気ガスが起因していることが明らかになっている。 この結果からハウスボートメーカーや発電機メーカーは政府機関と協力しながらハウスボートでの使用濃度低減に向けたリスクアセスメントを行っている。ありがとうございます。